では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーをお送りしてまいります。ゲストをお迎えしています。ご紹介しましょう。3ワード貿易取締役の山田隆さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さんは6月だったですかね。そうですね、6月の頭に頭ですよね、はい、前回のご出演ですね。5ヶ月ぶりでおいでいただいて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。この5ヶ月間は、まあ、あの金融のマーケットもそうですし、コモディティのマーケットもリスクオフ、そうですね、どちらかというとそういう流れで、はい、あのまあ もみ合っていて根を固めていたという、はい、そんな動きでしょうか。ちょっとでも最近変わってきてますかね。そうですね、私が出た6月の頭以降は一回バーナンキ の、あの金融緩和縮小の話からですね、はい、あの6月にこの金のチャートが一回大きく、これ金のチャートあります、はい、ここから一回バーナンキ、そうですね、ここですね、そこら辺ですかね、ここら辺です、そうです、そうです、はい、でその後に、さらに金価格が大きく下げまして、はい、4000円という水準を割ったところから切り返しまして、はい、で今現在もまた4000円そこそこという水準で動いていると、そういう状況ですね。ですね、はい、ちょうど前回 ご出演いただいた後に安値をつけてますから、はい、まあちょっと買いのタイミングだったんです。そうですね、一旦はですね、はい、今回も、まあ、先行きちょっとあるかもしれない。そう、結構いいところがありそうでして、まあ、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、はい、これがあのドル建ての金、ドル建て金、これ冷やし3年分なんですけども、はい、これもですね、今ちょうどその6月につけた安値とほぼ似たような位置までも実は下がっておりまして、はい、あの日本の値段、同じ3年分の冷やしチャートで見ると日本の方結構値段高く見えると思うんですけども、まあ、これはあの実はこれですね、このドル円が去年の80円台という水準から、はい、まあ、そうですね、はい、為替の分 で、円安効果、円安効果ですね、今101円だと思うんですけども、まあ、101円から80円だとすると大体900円分ぐらい、はい、まあ、日本の円建ての金はあの円安効果によって値段が上がっていると、はい、ああいうことですね。ですからちょっと今の値段でですね、この4000円近辺ということは、あのもしドル円が80円台だったら3200円でもこのグラフを大きくもう下に突き抜けちゃうような、そうですか、そのぐらい今安いですね。為替が昔の水準だったら、そうです、そうです、去年の8月の水準だったらもう3200円とか、はい、そのぐらいまでもう暴落してるっていう状況ということですね。はい、そうなんですね。その意味では今の、まあ、マーケット、為替のマーケットの人なんかの話を伺っていると、はい、円安、はい、ドル高という流れは、はい、これは当分続きそうだというふうに見る方多いようですから、はい、あのまた金 の円建ての金の価格についてもそういうことを前提に考えた方がいいようですね、はい、そう思いますね。あ、そうですか。大きな円高というのはやはり予想されにくいと、はい、ですから円建ての金の場合はかなり買い安心感がやっぱりあると、はい、あるということでしょうかね、はい、あで、まあ、このドル建ての金の下げた、これをちょっと分析していただけますかね。実はこれあのここに1300ドルというラインが今引きましたけども、はい、これが実はあの世界の金の平均コストなんですね。産金コスト、そう、平均的なコストがですね。あ、そうですか。でただ800ドルとか安い鉱山もあるんですね。金の、もちろんそうでしょうね。そうです、あの金の含有量が多い鉱山とかですね、人件費の安い鉱山、けど1300ドルを大きく超えている鉱山も実はありまして、今のこの水準1300ドルを割れてくるとすぐ全部止まるわけじゃないんですが、あのコストの高い鉱山からちょっとあの生産を停止していくという動きになりやすいもんですから、ですから今の水準、まあ明日明後日まであのすぐ上がるって話じゃなくてもですね、将来的にはまたこの1300ドルを超えていくだろうと、こうやっぱりあの自然と1300ドルを超えた水準でないと、はい、彼らも創業できないからということですね。そうですね、はいはい、ですから3年前の2011年の時も1300ドルで止まってますね。であの4月の暴落の時も1300ドルで止まって、はい、で6月にあの1回大きく下に抜けてると思うんですが、はい、これはインドの金の関税が、はい、あの輸入関税が引き上げられたっていうショックで下げましたが、結局すぐまた値段を戻しているっていう状況ですので、まあ、世界の金価格でいうとかなり割安な水準に今なってるんじゃないかなと思いますね。この1300にだんだん修練していくということでしょうかね。そうですね、まあ、
この原因となりましたのがさらにあとですね、これですね。おこれはちょっと金の ETF の残高です、これは、はい、で今かなり減って800トン近くまで減ってるんですけども、でこの800トンって一体どこの水準かというとですね、この時と同じなんですね。このグラフは08年6月からそうです、ですね、リーマンショックの前からですね、リーマンが起こる直前ぐらいからですね、はいはい、でこの800ドルを起点に一気にここで ETF の残高が増えてますけども、やはりあのリーマンショックが起こって、はい、で安全資産の金というところに資金が向いて残高がどんどん増えていったわけですよね、はい、ただもうその安全資産の金というのでみんな買っていった向きはですね、もうほぼ剥げ落ちてると。そうですね、ほぼもうそろそろ行ってこいということですかね。そうなんですね。で今この残りの ETF 誰が買ってるかって言ったらやっぱり年金資金とか、あそうなんですか、長期運用するところが、まあ、持ってるのでこれはもう短期売買を目的としているわけじゃないもんですから、まあ、そんなにこれから ETF の残高も減るってことはないんじゃないかなと。あそうですか、はい、まあ、そうでしょうね。もうあのその緊急避難的に買った組み入れたところが、まあ、はけたんですから、はい、まあ、その言ってみればその長期のロングの資金が買っていくということでしょうかな。ですから、まあ、短期で持ってた向きはもうほぼ売り尽くしてるんじゃないかというふうに今言われております。ああそうですか、はい、その意味でもその需給悪がだんだん解消されてきている、そしてコスト面でいうともう底値の水準にあると、はい、そう思います。まあ、落ち着きやすいところですかこれなんだ。そうですね、ですから私個人的にはかなり割安の水準で、はい、今ついてるんじゃないかなとは思っているんですけども、まああとはあのきっかけですよね、上がっていく、はあはあ、まあ、それが何になるのかなという話だとは思うんですけども、まあ、そうですね、私の中では、まあ、年内はまだ多少安いところを残しながら切り返していくとは思うんですが、はい、まあ、そうですね、あとは雇用統計なり雇用統計、はいはい、あとは、まあ、この間の FOMC の議事録でも、はい、あの、まあ、QE3 の縮小という、うん、あの観測の話が出ましたので、私はもうそれも逆に織り込んでるんじゃないかなと思ってます。相場的に織り込んでる、はい、むしろその QE3、まあ、縮小テーパリングが始まった方がいいんでしょうか。そうですね、その瞬間が私は安値をもう一回安値つけて、あそこでもうアク抜けして、アク抜けする、はい、そこから上昇相場に悪い材料が出たらしまいで、はい、あとは上昇のタイミングがあるんじゃないかなと。あそうですか、はい、そうすると年明け春のうちに、はい、春までにかなり天気がやってくると。そうですね、年内、まあ、年内でもほぼ縮小っていう話が来年になって、で来年もまあイエレンさんになってからですね、うんうん、そうですね、まあ、ハト派な話ですから、まあ、けどもうそういう悪い話はほぼ私は出尽くして、この安値圏内というのはもう早々になくして切り上げてくるんじゃないかなと、うん、はい、おそうですか、はい、あ、まあ、今ダブル底をつけようとしているというそんな感じですよね。そうですね、チャートでいくとですね、チャートでいくとですね、ですからファンダメンタルでいうと非常にまあ安くていいところなんですけども、もう一つですね、はい、テクニカルでちょっと見ていただきたいんですけども、はい、まあ、ダブル底にあの見えてるところもあるんですが、はい、これちょっと拡大したやつですね、今最近のやつですね、はいはい、ドル建ての最近の動きですね、6月以降、そうです、6月以降の、はい、あ、4月、はい、4月から4月以降ですね、はい、この半年間ちょっとのグラフなんですけども、私の中ではですね、まあ、これダブル底で結構下がっているように見えたんですが、これこうこうですね、三尊天井にちょっとなってるんじゃないかなと。そうか、のヘッド&ショルダー、そうですね、ですからちょうど肩のラインをですね、割ってしまったという、そう、しかも右肩がそうですね、下を割ってしまいましたから、そうなんですね、ですからひょっとするとこのインド の、はい、あの輸入規制がかかってショックが起こったこの1200ドル割れが、はい、テクニカル的には考えなくちゃいけないと。あ、そういうことですか、はい、そこの安値を見に行く可能性がある。そうですね、テクニカルは下げなんですね、今目先の、はい、ただ、うん、ファンダメンタルでは上げだと私は思っておりまして、はい、どっちを取るかなんですよ。どっちを取るかですね。はい、あ、
まあ、それはもう日柄の問題ですかね。そのごく短期的に言うとそのテクニカルな要素が強い。はい、そう思います。一旦はですから下に振らされるかもしれない。下に振れる可能性が今高くなっていると、はい、ただその下に振れたところが一番のチャンスになるかもしれないなと私は。あ、そうですか。はい、思っておりまして、そうするとどう、まあ感触としてはそのアク抜けを待つみたいな、はい、そんな状況にあるわけなんでしょうかね。もう下がる材料はもう ETF の縮小とか何からもうほとんど出尽くした状況だと思ってますんで、でもうみんな昔去年までは金は買いだ買いだって言ったのがですね、そうですね、今みんな金はもう終わりだ終わりだって言った頃が逆に底値になる可能性が近いんじゃないかなと、はい、私は思っております。あのアジアの需要というのはどうでしょうかね。かなり強い。インド、中国、あの特に中国は、香港経由でかなり買ってますね。あ、買ってるんですか。あの ETF 先ほどですね、500トンぐらい減ったって話しましたけども、中国は今年1000トン買ってますね。あ、そうなんですか。で隣のインドもですね、あの関税がかかるんで、あの輸入規制がかかってるんですけども、隣の隣国での密輸がかなり今増えてるらしいです。密輸、密輸、あ、そうですか。あの密輸入してるんですね。密輸入です。そっか、表向き入れるとその関税がかかるから。そうです、そうです、そうです。脇のルートだから。そうなんです。これは聞いた話なんですけど、あの金地金1キロ iPhone ぐらいの大きさですね、それポッケに入れて、国内、インド国内に持ち込むだけで1割高く売れるらしいです。あ、そうなんですか。ですから4200円ぐらいなんですね、日本の地金1キロが。それを持ち込むと450万ぐらいで売れちゃうらしい。だから50万儲かる。ああ、そうなんですか。まあ、その話もちょっと聞いたんですけど。そうですか。はい、依然として現物の需要は現物と。はい、現物はもう相場が下げてもあんまり下がらないです。はい。ということですか。はい。わかりました。はい。まあ、あのファンダメンタルズから言うと、まあ、あのもう強気のゾーンに入ってると。はい。そう思います。はい、そう思います。わかりました。はい。ドコムコモディティフォーカスのコーナー、サンワード貿易の山田隆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。